皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、ハードオフではあんまりちょっと見かけないものをちょっと購入することができたんで、それの紹介をしたいと思うんですけど、まあもうここに見えてると思うんですけど、こちらなんですけど、まあパッと見、これ、まあ、パソコンの筐体っぽくは見えるんですけど、こちらはですね、パソコンではなくて、まあ、ディスクの複製に特化した機械、まあ、デュプリケーターというものなんですけども、それをですねちょっと、まあ、ハードオフで、まあ、ジャンク品だったんですけど発見したんで、まあ、ちょっと購入してみたんですけど、まあ、この、デュプリケーターが、まあ、ジャンクの理由は、まあ、ディスクを読み込みしませんということで、まあ、現状私のものになるんですけど、まあ、こちらです、まあ、パッと見パソコンっぽい筐体で、まあ、パソコンっぽい見た目なんですけど、まあ、この正面にですね、ここにまず、ディスクドライブが一つあって、その下にちょっと操作パネルがあって、でさらにその下にですね3つ、ドライブがあってっていう形なんですけれども、まあ、これはですね、まずはここの一番上に入れたディスクを、まあ、同時にこの3つのドライブに、まあ、3枚のディスクに一緒にコピーできるという機械になるんですけども、まあ、ジャンク品で、まあ、ディスクを認識しませんということなんですけど、まあ、このハードオフに来るまでにですね、まあ、だいぶ酷使された可能性もあって、まあ、それで、ディスクが読まなくなっちゃって、まあ、手放されたものかもしれないんですけど、まあね、それがどういう状態なのかっていうのをね、まあ、一応確認したいと思うんで、買ってみたんですけれども、まあ、とりあえずコピーができるかどうかもチェックだけしてみたいと思います。はい、でこのデュプリケーターの付属品なんですけど、まあこの電源ケーブルだけってことで、まあちょっと動かしてみないと分かんないんですけど、まずは電源ケーブルを挿します。でこの本体の、まあ、一番下のところにですね、電源ボタンがあるんで、これですね、これを押します。さあピーッと音がして電源入りまして、OS ブーティングと表示には出てますけれども、はい、これで立ち上がった状態だと思うんですけど、1ピリオドのコピーって出てまして、これでね、スタンバイができた状態だと思うんですけど、一応ですね、動作の方をねちょっとチェックしていきたいと思うんですけど、まずはですねこの、ソースになる一番上のドライブ、これをちょっと開けてみましょうか。おっといきなりトレイが開かない感じですよね。これはまああのまあ、値札に書いてあった日付は9月のまあ末、まあ、下旬の日付で、まあ、その時にまあ入ってチェックをしたんでしょうけど、まあ、買ったのが10月に入ってすぐの頃なんで、まあ、その短期間でまあここが開かなくなっちゃったとかいうことはないとは思うんですけど、まあ、店員さんがチェックする時にもしこれ開いてなかったとするならば、それでディスクが読まないと言ってるのか、あるいはですね、こっちの下のドライブにディスクを入れてもまあ動かないからディスクが認識しないと言ってるのかはちょっとわかんないんですけど、まあ、この、エレクトボタンを押しても開かないんで、このトレイの開閉不良になってるのは間違いないですね、この一番上のドライブが。じゃあですね、まずはこれ、本体やっぱり、ちょっとね分解して何かどうなってるのかをねちょっと見てみたいと思います。はい、というわけで分解したこれ中身になるんですけども、これがまあ一番上のドライブで、その下に3つ入ってるんですけど、まあ、ちょっとこのフラットケーブルであんまりよく見えないんですけど、まあ、このインターフェースはですね、もう一昔前のこれ IDE ですね、シリアル ATA ではない、その前にあった IDE という規格の、ものになりますね。でまあ
ここで一つだけ分かるのは、ドライブのメーカーはここにちらっと見えてますけど、ティアックですね。この読み取りのドライブ、これ DVD ロムドライブですけど、こちらはティアックのドライブになってますね。まあ、ちょっとその下のドライブが何を使ってるかはちょっと分、さらに分解しないとちょっとわかんないんですけど、はい。まあ、とりあえずこの一番上のドライブ、これがちょっと開かないんで、まあ、この、一旦ドライブの正面にこうに穴開いてますよね。これにクリップを突っ込んで、まあ、このトレイをちょっと一旦引き出してですね。で、まあ、おそらくは、トレイが開かないっていうことは、そのトレイのギアにかかってるゴムベルトが劣化したか切れてるかだと思うんで、まあその辺がどうなってるかね、まずチェックしたいと思います。今回はとりあえずですね、この状態から、まあ、このソースのドライブにディスクをセットして、この3つのドライブにコピーができるかっていうのだけをちょっと確かめたいんで、まあとりあえず開けばディスク入れて閉めることができると思うんで、この状態でちょっと動作確認してみたいと思います。はい、コピーの元に使うのはまあいつも再生テストなんかに使ってるまあ、フリーの映像をね、DVD にしたやつを使いたいと思います。はい、一応ですね、ディスク読まないってことだったんですけど、一応この、ここに 231MB って出てると思うんですけど、これがまあ、ディスクの、ですね、こちらのドライブにセットしたディスクの、すべての容量だと思うんですけど、まあ、これをですね、こちらの下のドライブにコピーをするということなので、とりあえずこの下のドライブにですね、まずは、空の新しいディスクをセットしたいと思います。見ての通り下のドライブは問題なく開閉ができるみたいですね。で、ここに今アクセスランプついてると思うんですけど、これがまあ点灯してこう消えたら、まあ、ディスクを認識したっていうことになるんで、うん、この真ん中のドライブがちょっと、ダメかもしれないですね。うん、ランプがついたままでちょっと回転止まったみたいですけど、まあこれで一応コピーができるかどうかちょっとやってみましょう。で、こう今1コピーって出てるんで、これで確かエンター押せばコピーが始まるはずです。準備中って出てますね。始まりました。まあ、ほぼ同時に下の、書き込み用のドライブも動き始まっています。一応上と下のランプはついてますけど、やっぱこの真ん中のドライブがちょっとねついてないんで、これはちょっとコピー失敗してるかもしれないです。で、こっちに出てた、何メガバイトってやつがカウントダウンされて0になって、でパーセンテージ100になったんで、コピー自体終わって今、ディスクのね、終わりの情報を書き込んでるのかなと思うんですけど、はい、というわけで、はい、OK と出て、02となってますね。つまり2枚は書き込みができましたよということなんですけど、この真ん中のドライブはちょっとね、
これがやっぱディスクをちょっと認識できてないということになりますかね。はい、じゃ あ, 一応再生テストしてみたいと思います。一応2枚しか焼けてませんけど、まあドライブ1としますか。こっちの上のやつをですね、こっちのディスクがちゃんと再生できるかどうかチェックします。まあ1分くらい経つんですけど、ディスクが読まないんで、ちょっとこのディスクは書き込み、失敗してる感じですかね。はい、じゃあドライブ3のディスクを再生してみます。こちらは再生されましたね。ということはですね、まあ、現状ではドライブがこう3つあって、1枚から3枚に複製ができますけども、1台はもうドライブとしての機能がダメになっちゃってて、まあ、1台はコピーはできるけれどもちょっと再生がうまくいかないと。それから3台目は問題なく再生ができるという感じなんですけど、まあ、これはですね、こちらの元になるディスクの品質によっても変わるらしいんですけど、まあ、こっちのディスクから読み取りがちょっと正常にいってなければ当然こっちに移るものも同じようにエラーになってしまうということになるんで、まあ全体としては、まあ、おそらくはですね、まあ、経年劣化で、それぞれも、パーツの、まあ、寿命が来てるものがあるという感じだとは思うんですけど、まあ、全く動作してないこの2枚目のディスクにはこう書き込んだ形跡がないんで、やっぱりうまいこと動いてない感じですよね。はい、というわけで、デュプリケーターの動作確認でございました。であの後別なディスクをですね、一応コピーのテストをしてみたんですけれども、その時はですね、この1番目のドライブのディスクも書き込みはできて、で読み込みもできました。で3の方もですね、ちゃんと読み込みができたんですけども、やっぱりこの2番目のドライバーですね、書き込む前のまあディスクを認識するところからダメなんで、このドライブの2番目はもうダメになっているという感じですね。はい、ちなみに、こっちの3つの書き込み型のドライブですけど、メーカーはパイオニアでした。はい、でパイオニアのドライブなんですけど、まあこの1番目のドライブではまあ当然片面2層のディスクの読み込みはできるんですが、こっちのドライブはですね、1層しか書き込みができないドライブかなと思うので、まあ、2層のディスクは複製はできないということになりますね。はい、まあたまたまこの1番目のドライブが調子が悪くて、最初のコピーテストでは読めなかったのかどうかは分かりませんけど、まあ3ドライブあるうちの、まあ、確実に大丈夫かなっていうのはこの一番下のドライブだけなんで、まあ今の状態だと、まあ、確実にコピーできるのは1対1なんで、まあそんなにこれ効率のいいものではない状態ですよね今ではね。はい、なのでこの書き込む方のドライブ、これをですね、別なドライブにこう差し替えてで使うっていう手もあるかなとは思うんですけど、まあ、その時はですね、この3つのドライブを全部同じ機種に揃えないと、その書き込むスピードがこうバラバラになっちゃって、ここが同時に進行しないということになると、まあちょっとね、それも逆にまたこの効率が悪いっていうことになりますから、でまあインターフェースが ID なんで、まあ、このドライブはその ID で揃える必要があるんで、まあそれ今逆に入手するのがね、逆に大変かなとは思うんですけど、まあなんかチャンスがあったらですね、このドライブをまあ差し替えて、動くドライブと差し替えて、動作がどうなるのかっていうのをね、ちょっと試してみたいなと思います。
というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画は朝日テキストから、よろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。